おはようございます。現在唐津市はですね、今午前8時ぐらい、いつもより旅のスタート遅い時間帯になっております。はい、私今日で唐津旅が最後という形になるんで、まあ半日、まあ、ちょっとした時間でなんかこう唐津を味わえる場所ないかなと。まあ唐津市内をちょっとちらちらと見てたら、唐津城っていうですね、シンボル的なものがちょっとありましたんで、今日はそちらの方に行ってみようかなと思います。はい、唐津城、まっすぐ行っても左行っても行けますよって書いてますね。はい、まあでも今回はまっすぐ行きたいと思います。唐津城入口到着です。9時前なんですよ。これ開くの9時なんで全然まだ時間があるんですよ。まあ、バスルートでも行けるっていう話なんですけどね、これ。よいしょ。ただ朝の9時から試行本数がないって話なんで、あんまりよろしくないって話なんですよ。これ1時間に1本ぐらいしかない。戻ってきました。はい、唐津城の入り口です。はい、なるほどね。ということで唐津城以上になるかなと思います。はい、すごい白かったですね、本当に。しかも快晴のですね、青と、組み合わせがめちゃくちゃ良かったです。はい、ということで時間がちょっとやばいんで撤収します。今宿に荷物持って、バスターミナル移動中です。あと9分くらいなんで本番にありますね。昼食べたくて、ということでセントレに無事着いてマコン食ったんで、これで九州佐賀の旅は以上かなと思います。3泊4日か、過去最高に長かったんじゃないかなってぐらい長い旅でしたね。はい、ということで今回もありがとうございました。